けど、これはちょうどこう螺旋状にですね、こう膜が残ったような形になります。立方体がこう浮いているような形で膜が残るんですね。モールを使ってちょっと変わった形のシャボン膜を作るという、お遊び実験をしたいと思います。しっかりこう泡立てる方、泡立ってしまうと見苦しくなるので、この濃縮洗剤をですね、泡立たないようにできるだけ注ぎ込むことにしま す、ね、こう四角にこうキューブ状につなげたモールなんですけども、引き上げた時の形ちょっと見てください。よいしょ。内側にですね、この立方体が残った形で膜が張れますね。内側にですね、ちっちゃな立方体が残ったような形になりますね。もう一つ、こう螺旋状に、この渦状にですね、ゼンマイ状に巻いたやつなんですけど、これはちょうどこう螺旋状にですね、こう膜が残ったような形になります。ちょっと見えにくいんですけどですね、これ膜残ってるんですね。螺旋階段ではないんですけども、螺旋状に膜が張られるというものです。ペチャレンジ、正方形が残るパターンですね。こうすると立方体が中にこう浮いてるような形で残ると、膜がですね。立体的にあの膜がですね、内側にも立方体がこう浮いてるような形で膜が残るんですね。比較的こう大きめなもの、長めのものを作るとこのパターンができるんですけど、短いやつだと内側にはあの立方体が貼られるよりは四角い形がこう残ったりなんかするんですけど、